I get overwhelmed so easily. My anxiety creeps inside of me. Makes it hard to breathe. What's come over me feels like I'm somebody else.鎧を脱いで股を開け。ありがとうございました。時は剣と盾、その強さが物を言う時代。この名もなき島ではアリーナが開かれている。その日偶然迷い込んだ見たこともない場所で俺の人生は大きく変わった。頭が力を与えよう。なんだ、他者を意のままに操る力。その力で汝の欲望を満たせ。他者を操る力、催眠ってやつか。いいぜ、やってやるよ。俺をバカにしてきた連中にこの力で復讐してやる。それから俺はこの催眠の力を使ってアリーナの女どもを食いまくってきた。発情しろイーリス。ルール変更だ。今からセックス勝負をしよう。本当にありがとうございました。随分と調子が良さそうだな。お前のような闘技場ランク最下位の男が短期間で急成長したとは思えん。どんな卑劣な手を使っているんだ。疑うなら戦ってみるか。特別なルールでな。特別なルール？普通に戦う以外に何かあるのか。どういうことだ。ダークエルフには催眠が効かないのか。目が熱い。止まれ。なるほど、どうやら視線を合わせることで強力に催眠をかけられるということか。ここからは楽しいショーの始まりだ。おお、時間。いきなり刃物とは穏やかじゃないな。明日の試合辞退してもらおう。これは要するに俺が勝つと困るってことか。その言葉忘れるなよ。なるほど、昨夜のはそういうことか。よう、私はステルラ。いい勝負をしよう。ああ、こちらこそ。ギブアップする。俺の負けだ。確かに約束は守ったぜ。